結び立ち、気をつけの姿勢。礼。手を開いて前に合わせ構える。猫足立ちとなり、手刀払い。さらに、手刀受け。手刀払いを正確に行っていない礼。 しっかり相手の袖を手刀にて払ってから手刀受けにつなげる。側頭蹴り、猫足立ちとなり手刀払い。手刀受け。側頭蹴り、三鎮立ちとなり、右小体で救い受け、左小体にて抑え受け。後屈立ちとなり、 小手にて抑え受け。三鎮立ちとなり、右救い受け、左抑え受け。三鎮立ち、左救い受け、右抑え受け。後屈立ちとなり、左抑え受け。三鎮立ちとなり、左救い受け。 右押さえ受け。さらに三鎮立ちとなり、右すくい受け、左押さえ受け。後屈立ちとなり、押さえ受け。三鎮立ちとなり、右すくい受け、左押さえ受け。猫足立ちとなり、中段裏受け。右手を前に、 寄り足し、上げずき。さらに中段蹴り、四股立ちとなり、中段肘当て。猫足立ちとなり、両回しを水月の前に構える。猫足立ち、中段裏受け。左手を前に。寄り足し、上げずき。 さらに中段蹴り、四股立ちとなり、肘当て。猫足立ちとなり、両手は水月前に構える。両手を小さく回す。蹴りをすくってひねる動作なので、回し受けとは区別し、小さく回すのがポイント。 三鎮立ちとなり、回収中断横受け。手を返す。三鎮立ちとなり、肘当て。三鎮立ちとなり、中断横受け。手を返す。三鎮立ち、肘当て。 八字立ちとなり、両手は水平に伸ばす。両腕を曲げ、両手を上に伸ばし、四股立ちとなり、両肘を体の前で締める。このように真下に落とすのは悪い例。外側に弧を描くように締める。 小手を後方へ出し、同時に頭部を後方へ当てる。前屈立ちとなり、上段交差受け。閉塞立ち、両手を握り、振り下ろす。前屈立ち、右手は下方へ、左手は脇へ構える。左小手当て、右手は 左脇の下へ引く。前屈立ちとなり、左手は下方、右手は脇へ構える。右小手当て、左手は右脇下へ引く。猫足立ちとなり、回し受け。結び立ちとなり、構えの姿勢に戻る。 気をつけの姿勢。で。